さんこんにちは、森谷ドラムスクール大阪高校石原拓海です。本日は、シンプル高速2ビートフレーズっていうのをやっていきたいんですけれども、まあ、どんなフレーズかっていうと、まあ、こんな感じのフレーズになってるんですけど、両手を交互で、まあ、こうやってオルタネートで叩く、まあ、すごいシンプルな形の2ビートになってて、その分あの高速なテンポでも使えるようなフレーズになってるのかなって思います。音楽ジャンル的に言うと結構メタルとかラウドとかのちょっと重くて速い、そういうジャンルにちょこちょこ出てくるかなっていうようなイメージですかね。でバンドさんで言うと、あのマキシマムザホルモンのエイリアンって曲があるんですけど、その曲にも確か出てきてたと思うので、まあ、よかったらチェックしてみてください。このタイプの2ビートが他の2ビート、あの表拍を8分で叩くやつとか、裏拍だけ叩くようなやつ、このタイプの2ビートが、まあ、あの疾走感を表現しやすいっていうのに対して、この今回の、まあ、シンプル2ビートフレーズっていうのがどちらかというとパワー感、まあ、ちょっと力強さみたいなところ、まあ、っていうのを、まあ、表現しやすいようなフレーズになってるのかなと思います。でこのフレーズなんですけど、手順自体がすごいシンプルなので、テンポを落としてあげたら、こんな感じで、あの初心者の方にもすごい手を出しやすいようなフレーズになってるのかなと思います。で練習の手順なんですけど、練習パッドとかスネアとか使ってもらって、 RLRL オルタネートで叩きながらキックをシブで振ってあげる、まあ、これを組み合わせると、こんな感じで徐々にテンポを上げていければいいかなと思います。このフレーズもう一点ポイントがあるんですけど、あのこれテンポが上がってくると、まあ、こんな感じですごい右手にめっちゃ力入っちゃって、左手のスネアがちょっと弱くなりがちなフレーズもあるんですよね。意識するポイントとしては、この右手の脱力とこのキックとスネアで、あのちゃんとドタドタってしっかり鳴らしてあげるっていうところ、こんな感じで、こんな感じで鳴らすとこはちゃんと鳴らして、抜くとこはちゃんとっていうのを意識できるといいかなと思います。はい、というわけで今回はこんな感じでした。まあ、結構このフレーズ、まあ、初心者の方にもねすごい手出しやすいフレーズなんで、まあ、よかったら試してみてください。今回もありがとうございました。さよなら。